しゃれつおしゃれつおしゃれつ世界征服世界征服本当に素敵な、自分にとってもあのプラスになるワールドツアーでした、一つの PV から始まり、ファンになってくれて、CD 聴いてくれて、ライブ来てくれてって、それはすごくなんか大きかったですね。嬉しいなと思いました。こんなに期待されてるんだとか、こんなに影響を与えられているんだっていうことに気づいたので、これからはもっと強くなっていきたいなと思いました。結構街で話しかけられるんですけど、幻滅してる人ってたくさんいるんじゃないかなと思います。すごいリラックスしてるんで、本当にその衣装を着てメイクアップしてマイクを持つと、あの豹変するというか、なんだ、キャリーパミュパミュとしてライブをするんですけど、普段はもう全然普通です。今は、あ、今ですか？今はキャリーパミュパミュじゃないです